島から始まっています。これをファーストよく取った。そしてベースカバーピッチャーの高梨でした。一塁線抜けようかというところ、中田いいプレーでした。気にしていましたけれども、フォアボールを出さずに自滅しないようにしたいと語っていましたが、フィールディング、これは中田翔がフォローしました。ナイスプレーですね。送球それたんですが、ランナーとね少し待ちまりそうです。右方向のバットファーストゴロ、中田取りました。フェアホップ下に直したトス、それは事なきを得ました。ファイターズにとっては事なきを得ました。ツーアウト。強い打球サードへの当たり、ここがマルティネスの打ち上げました。全身中田翔、バウルグラウンド、どうなったの、取れました。ニックマルチネスとハイタッチ、入っていくのでも面白い当たりか、ファースト追ってるな、フェアグラウンド、どうするか、向こう向き取ってるのか、取ってます。そして今三塁スライク返す、取っている。そしてダブルプレーになりました。中田翔守備でファインプレー。強い打球はファースト中田翔追いついている。そしてベースカバーに入った内藤祐樹に渡って、右方向上がりました。これはどうでしょうか、ファウルゾーンで中田翔がうっと取りました。右方向いい当たりですけども、ファーストよく抑えた。一塁のベースカバー引っ張った当たり、ファーストよく止めた。いやいいプレーが出ました。